ハミちゃん、ゲームイズ、ナトリです。はい、皆さんこんにちは、シロです。というわけで、ホトリがね、中心化しましたので、うん、早速ちょっと使っていこうかなと思います。うん、すごい強そうだな。超短しかありますからね。うん、いや、これそうだよね。はや、やば。もう6ターン縮まった。というわけで、貫通バランスアジント。アビリティがアンチワープ、アンチ魔法陣、カウンターキラー、友情ブーストに、ゲージでアンチブロックと超 SS 短縮、ついております。で、SS が反射変換の雷メイトですね。12ターンと30ターン。友情コンボが超強大型拡散弾10と、超強貫通毒6本射撃は6になっております。うん、やっぱ超短縮ってやばいよな。超短縮やっぱ、うん、異次元の速さだな、マジで。貫通タイプだとちょっと、やばいっすね。うん、これ余裕で溜まるな。ブーストもやばいっすけど。ブーストも相当やばいんですけど。SS 短縮、超短縮はやばいっすよね。短計算ができますからね。で100倍でしたね、攻撃力の100倍、うん、100倍か、ね、うんうん、だからまあまあまあ名刀にしたら相当なそうっすね、倍率で言うと1番か、うん、100って多分いなかったっすね、多分1番なんじゃないかな、今までいなかったはずだから100はあれっすね、だから100でダメージ計算してもおおってならなくなったのが怖いっすね、でもそうなんだよ、攻撃力2万5000あっただけでも250万でしょ、うん、250万固定メートルでしょ、悪いことはできそうだけどね、でもなんか、でもさ、これ結構それで落とすってやついそうだよね、手順無視して、だって盛れば3万ぐらいいくわけじゃないですか、うん、今の時代で、カウンターキラーも盛るから、そうですよね、キラーがもらってたら500万目でもかかるから、うん、やばいね、これ今ね、3000バフかかってるんですよ、攻撃と戦撃がついてるんで、なんならもうこれ一覧回も打てますからね、これ、うん、あ、短縮忘れてた、こいつ次打てんのやべえな、2段階目やばいね、やれない、まあでもちょっと友情がやっぱねめちゃくちゃ強いわけじゃないですよね、ブースト乗っててもまあやっと戦えるかなぐらいの友情にはなっちゃってるけど、ちょっと片っぽはやっぱ毒がね、うん、他の友情だったらまあでもそれだとちょっと工場会にしたらめちゃくちゃ多分強くなるから、デトラビみたいになっちゃうから、メテオがね、まあ、キラー乗ったらまあぼちぼち出してくれるのかな、弱点とって、うん、UV キラー 2.25 倍ですからね、一応ね、超バラもいけてる、でも前回から比べるとめちゃくちゃ強くなったよな、めちゃくちゃ強い前回そうね、前回が、まあ、普通の大型拡散弾とかだったしな、まあ、電撃の方も結構イメージ強いけど強いですね、うん、カウンターキラーワープのアタッカーみたいなイメージがすごい強いですね、うん、これ確かにな、調教電撃じゃ強すぎたか、調教電撃でも、うん、サブだとそうっすね、うん、あってもよかったよね、うん、まあでも最近放電とか普通についちゃうぐらいですからね、放電つく時代だったら、わりかしいいね、これバリアとかあるとね、どうしてもね、もう2段階打てるでしょ、で俺もこれね、次打てるでしょ、やばいね、超短縮、やばい、いやこれ超短縮で溜まってるな、本当に早い、ただのメリットしかないからな、本当に SS 短縮の完全上位互換だからな、溜まるターン数だけだからね、条件変わらず、えぐいよな、まあ、30ターンだったらでもこれぐらい欲しいよね、今はね、今は欲しい、絶対溜まらないな、ただまあ直殴りとの相性は良くないよね、その友情キャラだったらさ、あの友情拾いに行くお互いっていうので超短縮自分でいられるけど、ね、アタッカーってやっぱさ、うん、ボス殴るっていう、ね、全員に当たりに行くっていうのは確かにね、うん、そんな頻繁には取らんだろうけど、まあでもいいけど、中連ポートは中連ポートは当てるだけあるだな、強いあれなのか、役なんだな、出るぞこれ、これさ、一回たまたで勘とかで打ってみてもいいんじゃないですか、倍率っていうかどれぐらい出るのか、あ確かに、こいつやってみるか、じゃあ単純に、あ、切らねえか、切らないね、切らないか、自走どれぐらいなの？自走はね、自走はね、入ってない、入ってないか、さすがにね、自走ね、多分入ってない、え、スピード入ってそうじゃない？スピードなんか速いね、うん、しかもなんか減速、これ入ってない？これはさすがに入ってそう、うん、あうわ、300万伸びましたね、まあだから今回3万ぐらいなのかな、キラー乗ってないからねキラー乗ったらヤバくない？これこれパワーアップだったらゲージ飛ぶと思うけど、しかも重複取れるじゃないですかこのステージ、あ、でもあれか反射か、実装ちょっと、うん、あ、入ってるのかな、スピードは
さすがに。でもスピード入ってそうだったね、うん、いや、あれ入ってなかったら相当っすね、うん、あ、そうですね、減速のあれが入ってるから、ね、スピードか減速どっちかは、まあ、372であんまヒット数出せないと思うけどな。あれかな、だから反射変化のなんか治療受けついてるんだから、うんうん、かもしれないです ね、うん、変化する必要ないですもんね言えばね、じゃなきゃこいつは一番かよか、じゃあいいか。攻撃はさすがに入ってなそうですけど、さあ、これでウォーミングが来るまでキラーがもらえないっていうあれですね。ちょっと打ってみていいけどな、持ってへんだよな、キラまあ、確かどっかドラゴンキラーもらいたいですね、うん、飛んでくれればいいですけど、飛んだ、来た、これでちょっと殴ります、はい、さあどうなる、パワーアップは取りたくないので横に行きます、はい、2段階目いやいやいや、絶対入ってる、絶対入ってる減速かスピードバフは絶対入ってる、これこれおかしいって、これめっちゃ動くやん、めっちゃ動く、あ、やっばいね、え、やっばいね、え、700くらい出てなかった、そうだよね、1000万、あ、こいつやばそうだね、意外と、え、強そうだよね、これもらってるっしょ、これもらってる、これでも多分やっちゃうよね、うん、絶対やっちゃうから、とりあえずいっかも、1ヒットしてアクアドラゴンの身入るとかですね、やるとしたら、あ、確かにいけるか最初と、やんなよ、オッケー、やったらやったで、これで純粋なの見れますね、大体、うわーやめろ、それはしょうがない、これはもうしょうがないどうしようもない、今のはこれね、そうぬるっと動くからね、多分ね、いや、そういうスピードのあれが入ってますからね、うん、やっぱり絶対これは、おし、行くぞ、一番面白いとこ、過激モリモリにしてもやべえだろうさ、418万から、あぴったりあれですね、今バリアの方に418万でって上に430万、追撃が430ピットだったって感じなんですね、うん、430万追撃ってすごいよね、普通に強いね、やれた時全部っすよね、うん、ナンバリングとかでもそんな出ないんじゃない、今こうなるとすごいお手軽にめちゃくちゃ火力出せるメタって感じかな、うん、マジ、だってこれ2段階目さっき30ターンでたまりそうっすからね、うん、それがえぐい、これだって次テンション超えちゃった、え、やばいでしょこれ、メテオ中毒じゃん、完全雑魚、もう1段階目だもん、雑魚処理も全然できるしね、雑魚処理も2段階目もでもこれぐらい火力出るとなんかメトのイメージ変わるな、やっぱりその、うん、なんかね、サシは一体になるとどうしてもみたいな感じのイメージあったけど、あとこれのやばいところは普通に1段階目が12ターンじゃない、うん、だからその1回どこで打とうか打たまいがもう1回その12ターンから次の1段階目で始まるんで、超短縮入れたら3周に1回反射変化でも打てるんですよね、うん、これなんか強そうですね、ちゃんと使ってあげれば、めちゃくちゃいい体だこれ、うん、なんか不思議っすね今までにない形でしたね、その反射変化いろいろ、うん、なんか新鮮だったな、うん、すげえ、もともと性能がなんかよくわかんない性能しましたからね、そうこいつはね、なんか尖った性能しましたから、まあまあ本当結局どこで使ったんだろうって感じがあるから、ね、貫通から反射ってのは本当少ないからめっちゃ貴重なんだよね、はい、じゃあアンチはパンチブロックだとね、うん、ここですね、まあ、楽々ってなるとやっぱモーツァルとかにね、うん、勝利のあれが上がりますし、まあ、今はデトラピますからね、デトラピがね、そうそうそう言うているから、まあでもここでは組み合わせでね、強そうですね、使えて、なんか毒キラー持ちとかも出てきたら絶対採用あるだろうし、あとは魔法陣が一応あるんでね、そこら辺がまあどうなるかっていうのはあるよね、わかんないね、わかんないとこがね、うん、またいるけど、こうなると本当モツァルはすごいな、やっぱりモツァルすごいですね、うん、モツァル強いですね、うん、で、チョステあるか、あ、でも3枚ちゃんといってんのね、ゲージで、ゲージ前にかかるんで、ね、はい、火力もればもう全然いくって感じか、もう1タップしたらですね、そこでタップして、ね、
これですね。これに倍率がかかるって感じですね。うん、だからここまあ同撃 L でまあ3万で追撃100倍、3万追撃は絶対取れると。うんうん、だから今ちょうどだから、3000上がってたから、うん、まあ、計算通りだよね。3万に、うん、100倍かけて300万で、うん、キラーが乗って450万、うん、だから430万追撃だったんです、さっきね、うん、それぐらいなんじゃないかな。すごい。で、120にしなかったですからね。しないしない、うん、100倍はやばいね。100倍はちょっとやばいね。120の3か撃、3万40003万4000から340万で 1.5 倍、510万、やばい、ね、キラーさえあれば全体当たった振りた的全てに510万の目標、めちゃくちゃ、うん、うん、いやこれやばいっすね、さすがに、まあ、どんまあこの難易度はちょっと分からんけど、分からんね、雑魚処理にはもう十分な、うん、デメテオ超バランス乗ってきませんからね、うん、動きあるのは 1.2 倍の殴りに対してのところだと思うし、あ、乗んないよね多分ね、うん、まあ、あと殴りも実際どうですかね、あれももしかしたら殴りの部分でね、高難易度普通に、あ、ね、うん、話変化のとこキラー、そうそうそう、もらってれば活躍できる可能性はあるからな、うん、殴りだとここから 1.5 倍になって、うん、友情ブーストもありますからね、うん、ここできること多いよね。で、まあちょっと今後デトラビと一緒にね、ハマることを願ってって感じですね、意外と強かったな、うん、はい、なんでまあ、うん、あそこでもね、はい、ここでもどれでも強かったりとかありましたね、コメントありましたね。でもここの意外にみんなこの鎖骨が好きっていう人がね、多かった鎖骨、そう、意味を見せる鎖骨が好きですっていうコメントが結構多かった、そんな人はちゃんとよくよろしくお願いします。で、今回も読み大賞 A からしました。なんと一緒に注射ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録わかります、わかります、そこの君もなくなっちゃったから、わかるよ、わかるよ、チャンネル登録、チャンネル登録、チャンネル登録ね、はい、していただければね。